はあ。いやいや。ば。ああどうも。またちょっと。はい。ああぜひぜひ。なんか本所前めっちゃ暇そうな警察がすげえパトカー並べてる。え、ニシロンってあの補佐から買える限定車買った？買った。でもめっちゃ欲しいんだけど。なんすか補佐から買える限定車って？いやあのね試乗会でしか買えないんですよ。え？限定車が出て。え今日買えるの？でももう買えないんじゃないの？買えるのまだ？いや買える。市長補佐がいる日毎週木曜日買える。まだいる？まだいる？まだいる。どこにいる？連絡先知ってますか？市長補佐の。知るわけないじゃん。え知らない。オッケー、共有しますよ。お願いします。はい。ちょっと、さんと2台買いましょう。おぉ。なんかね、買い方がちょっと特殊で。100、1000万、10万、100万、5000万なんだ。5000万です。見た目だけあれ。2人に送りますね。はい、はい、お願いします。はい。やったぜ。やったぜ。名前なんで入れた？かなさんか。うん、かな市長補佐。もう即電話や。あ、もうちょっと、大佐、僕の分もお願いしていいですか？あ、言ってみます。あ、もしもし。直接買えるんじゃないですか？市長補佐、プスカと申します。何だろう。いけるかな？オープンカー。でですね、今、ちょうど、ナシマさんもいるんですけど、ナシマさんも欲しいって言ってます。高級車ディーラー通すなら、西野を呼んでください。あ、西野さんって高級車ディーラーなんですか？どこですか？せやね、高級車とクラスポ。うん。あ、クラスポも？市場会やばいな。高級さんね、しかもね、来月ぐらい独立します。あら、どこに？西の方のね、海岸の方。ちょっとダチャで言い出すのかと思った。いや、西の方、お祝いなんか買いに行きますわ。マジでかくそでか建物建てるつもり。あと西のあれだ、500万振り込みしなきゃいけない。あ、せやせや。何番今日？286です。どうでした大佐？2人行けるそうなんで、はい、試乗会の場所に来てくれって。あ、わかりました。直接行ってらっしゃい。わかります？あ、わかりますよ。あ、じゃあ向かいましょう。はい、もう行ってらっしゃい。なんかとんでもない車並んでら。こんにちは。すいません、お待たせしちゃって。いえ、とんでもない。ここにガレージがありますので。はい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 。ここの中で雪渡しをさせてもらいます。直接私の方にお金を振り込んでいただければ。はい、5000万で合ってます？車を直接お渡しするいう形になってます。はい、はい、5000万でございます。はい、番号を取ったの？446。あった、幽霊です。あ、そうです、今幽霊って名前でした、すいません。お、来た。はい、お送りしました。出しても大丈夫ですか？このガレージからパスしますので大丈夫です。おお、かっけーすげえ、ありがとうございます。大事に乗ります。はい、楽しんでいただければ幸いです。これってこのタイミングじゃないと買えないですか？来週の目標でも買えるんですか？はい、ちなみに一応買えます。私がいるタイミングで何台か出すっていう形になってますね。これちなみに他にこういう車ってあるんですか？特殊な車はこれだけですね。ありがとうございます。あとはそのカジノにお送りするときも出すとか。はいはい、そう、最近そろそろカジノもお金がいっぱいになってきたから、景品用の車をもうちょっとしたら買おうかなと思ってたんですよ。またご相談させてください。わかりました。はい、ではありがとうございました。思いますよ。え、出た。それも買えるんですか？あのカジノの景品のあれで。カジノの景品にしてもいいかなーってね、思ってます。なんか前回選ばなかったのが結構あって。かわいいこれ。うん、これか、結構運転しやすいな。こちらにいくらになるんですかね。前回は1台10億だったんですけど。前回と同じですかね。あ、本当ですか？ 1 台10億で。これはあの、市販しないので。はいはいはい、1台10億車、特別な車になります。はい、え、これって今買えないんですか？今は買えないですね。じゃあまたちょっと整ったら市長経由になると思うんですけど、また連絡します。え、わかりました。ありがとうございます。はい、では。ああ、はい、失礼します。
最高や。普通にいい車だな。景品にしたっていい。とりあえずカスタムしに行こう。何はともあれ。大佐。ああ、買ってきましたか。買ってきました、買ってきました。ヤッホー大役。なんかでも結構頭頂部守られてないんで、やっぱりデートカーっぽいっすね。デートカー。とりあえずカスタムしようかと思って持ってきやした。ああ、いいと思いますよ。結構ねカスタム幅そこそこあるっぽかったはあったんですけど、うんうんうん、見た目は割とそのままの方がかっこいいかもって感じでしたね。ああ、そうなんだ。これ大佐のあれっすか。私のはね今閉まってて、あれ真ん中西野ですね。ああ、西野のなんだ。ラーメンやります。カスタムお願いしてた。性能はもうフルカスしちゃおうかなと。あ、了解。こうやってエンジン乗せ替えあるんですか。あると思いますけど、まあ、でも音いいから。趣味の範疇で考えると、これ音オリジナルだったんで、確かにその変えない方がいいっすかね。音生かした方がいいっす。これもう手持ちが多いな、道具が多すぎる。チョコレートちょっとずつもらったりしてるから。あー、確かに。そう、大変そう。手荷物がちょっと。そうそうそう、僕は全部食べました。あー、あのね、優先して食べるのを忘れてね、普通いつも食ってるやつ食べたのにしまったってなってたんで、はいはいはい、こっち食べればよかったのにって。そう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 。名前なんて言うんだろうこれ。確かに SM722 ですね。あー、 SM722SMSM です。 SM か。こいつは SM です。 SM か。 SM か。 SM かですね。だいぶちょっとかっこいいね。かっこいいですね。722だしね。722だしねっていうのはちょっとよくわかんないですけど。いやいや、SM だし722だしね。そうですね。まあ、なんか多分なしまさんは S かな。いやいやいや、そんなことないですよ。なしまさんが M はちょっと考えにくいなって。それもない。そう、確かに M、確かにそっちはなかったな。M の方がないな。S はそうじゃ、そんなことないですけど、M はないな。なしまさん、今幽霊ですよね。今幽霊です。あ、びっくりした。あ、はい。僕、N っすね。N? ノーマルですね。あ、ごくごくノーマルで。なしまなんで。ちなみに大佐は何ですか。大佐はでも私はね、大佐はでも意外と M 層、毛があるかもしれないですね。大佐はでもそっち毛が S っぽいこと言ってほしいけど、 M 層っていうあれもある。すげえ、ありそうですね。大佐はなんか無知持ってそう。いやいや、ないですよ。そうだもん。そこまでは。そこまでじゃないです。言いたそうなの苦手なんでね。なしまさん、カスタムってどうします。あの見た目的な。見た目ちょっとだけ見てみて考えようかなと思ってて。じゃあゆっくり見ててください。 ありがとうございます。すげえ、なしまさんも乗ってる。買ってきました、急いで。すげえ、ステディ。この町にあったんだ。なんか市長補佐に言えば買えるらしいですよ。いや、買えないかな。え、値段的な。あ、いや、そんな高くなかったっすよ。いや、もう信用してないんです、あなたの。え、いくらいくら。そんなことないですよ、有坂さん。そんな高くない。いくらぐらいだと思います、ちなみに。適正価格だと2億。あ、いや、そんな高くないですよ、本当に。なんと。いや、絶対高いじゃない、こいつ。お値段。そんなことないの。もっと高い。なんとお値段5000万。はい。え、嘘。本当、本当、本当す。だいぶ安いな。奥行ってないんだ。なんか、なんか全然もっと高い車かと思ってた。だいぶ安い。ね、思ったより安い。買ってきたんや。買ってきました、買ってきました。うん、ね。できたです、大佐。ありがとうございます。こちらで。こちら、はい、やらせていただきます。お願いします。ちょっと時間かかる。ちょっと時間かかると思うんで、どうします。あ、いいですよ、待ってますよ。今寄って、特にすみません。はい、シャワリー、シャワリーというか、ワンちゃん、ご主人元気。あ、いいんですか。わー、こんばんは、元気です。どう、最近は。後ろに、後ろに。あ、ご主人、後ろに。びっくりした。まさかのタイラントみたいな。はい、怪異です。びっくりした。織坂さん、
どうですか最近は。なします、一瞬一瞬。あ、いいっす、いいっす、いいっす。あの、話したかったやつなんですけど、はいはい。まあ、ただと直入に行くと、はい。なしまさん、航空機ディーラーにあれして、参加しようとしたりします。あ、どうぞどうぞどうぞ。いや、いいっす、タラちゃんなんで。いい航空機ディーラーのあれ知ってます？あの、オークションでしたっけ、権利の。あ、なんか最終視聴あの面接みたいな感じでした。はい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 。あれ、なんか、やろうとしてんのかなみたいな。あ、今んとこ、あれなんか白市民限定なのかと思ったんですけど。あ、そうです、そうですよね。だからでも一応なんかカジノとしてどうかみたいなとか。ああ、どう運用、今あれなんですよね、副支配人が寝ちゃってるから。ああ、なるほど。いや、なんか単純にこれ今狙ってるんですけど。おうおうおお、白なんで。はいはいはい。多分まあ今勝てそうな人あんまいないと思ってるんですけど俺、うん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 、財力で。そんな持ってるんですか、ラルさん。いや、あの、融資受けてるんで。ああ、なるほど。まあ、普通に80とか。ああ、それは、だけど、こちらに融資受けてるのギャングからですか？いや、もちろん白っす。白かな。いや、バンさんにも全く同じこと言われたんですよね、今日。はいはいはい。いや、その、単純にカジノが動くと勝てないなと思って。ああ、まあ、カジノ今普通に100億出しても痛くないですからね。いや、だからその、借りたいとかじゃなくて。はいはいはい。いや、一応カジノとして動くつもりは今回はないですよ。ああ、よかった。はい、ディーラーを取っても、今そのディーラーを面倒見れる人がいないから、はいはいはい。一旦は、今回見送りかなと思ってます。よかったよかった。ちょっとそれだけっす。てか、よく8人を融資受けたっすね。いや、まあ、大川さんとかもいて。ああ。あと、まあ、その話して、しに来てるけど、西野さんもいて。あの、ライバル潰そうとしてたらみんな貸してくれる感じになっちゃったから。ああ、なるほど。ぜひもし困ったら言ってください。融資するんで。ありがとうございます。多分まだ勝てると思うんですけど、うん、なんかやばくなったら相談させてください。わかりました。ちょっとこれあげます。じゃあ、なんすか、なんすか。来た、ヨロスサントスドリーム。ドリーム来た、ヨロスさん。ここは夢が叶う街。はい、聞いたことあるフレーズだ。初めて会った人とでもほんまか。明日には笑い合える街。マジで、あの、本当負けそうだったら相談させてください。わかりました、わかりました。あれです。なんで急にラバー話してるんですか。犯人、犯人ってなんか6つできましたけど。あ、マジですか。じゃら、あ、そうだ、大佐。じゃあ、曲がって、ちょっと待ってください。これ、はい、撮ってないんですよ。え、何の話ですか、これ。あれですよね、ウィンドフィルムって意味ありました。いや、多分ないんですけど。多分ないですよね。じゃあ、これ貼らなくていいや。リバリあれです、はい、なんだっけ、エントロピーエフェクト知ってます？あの、ブレイブルーの、なんだっけ、ローグライクのやつ。ああ、出てますね、今。いや、そう、あれめっちゃ気になってて、大佐あれやってないのかなって聞こうと思って。あ、やってないっすね。あれ、ちょっと前に出たんですよね、あれ。そう、そうですね、ちょっとなんか急にスチームに出てきて。そう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 。え、なんだと思って。そ、結構評判もいいみたいで。あ、そうなんだ。いや、やってないっす。もう最近ゲームがすげえ出るから。めっちゃ出てますね今、うん、今だいぶ数多いんでね、もう触れてない、正直。僕も結構やろうやろうと思って、やりたいの多すぎて何もやってないです、今。だってそんないろんなこう最新が出てる中、私が普通に夜寝る前とかにやってるのは逆転裁判ですよ。今逆転裁判どれやってるんですか？4、5、6が。セットのやつ？そう、456はそう、セットで、リメイクされて、まあ、リマスターっていうかリメイクされて、はいはい、あれがもともと DS でしかできなかったんで。ああ、そうなんだ。そう、3DS だったんですよ、元って。はいはいはい。それがようやく家庭用ハードとか Steam でできるようになったんで、ようやくやれる、久々にやれると思って。だから要は一度見た話やってるだけなんで。あの手のゲームって2周目は面白いもんなんですか？俺の家でもね、昔本当に出た時しかもうちょっと忘れてるぐらいだと全然楽しめる。そうそう、ちょっと忘れてるんで全然楽しめますね。アイス、あの前ボスに見せたやつ、そう、最近はね、CM にいっぱい出てくるんですよね。2億だったやつ、1億だったね。そうなんですよ。パソコンあればそのできるから、大体の下ゲーム。そうそう、いい時代だなって思います、見るたびに。いや、もうハードのね、まとまりがもうPC でってなっちゃって。そうそう、まあそういう点で言うと、まあスイッチが、任天堂タイトルはスイッチでしか当然出ないんで。確かに確かに。独自性がかなりありますけどね。あとボス以外誰もいないの何これ。確かにスイッチと PC ってイメージあるな。Xbox とかも正直今は買おうってあんまなんないですもんね。
PCR 箱そうっすね。しかもなんか噂だとなんだっけ、そのマイクロソフト専用ゲームがそうじゃなくなるかもって言い始めてるみたいで、そうなると本当に本当にいよいよ、PC でいいじゃんみたいな、そのスペック高いゲームは結構やっぱ独占もしたら売れにくい時代ではありますもんね。そうなんですよね。独占でやるメリットが、まあ、正直その任天堂以外にないんですよね。確かに任天堂はそれでも何千万本って売れるやつ売れちゃうから、ビッグタイトルがめちゃくちゃあるから、そう強いけど、ただのソフトメーカーからすると一箇所だけで出すってリスクなんで、本当にその分ね、お金かけられなくなっちゃうんで、はい、どんどん時代を感じて。そう何なさ、あ、これ ライト大丈夫でした。あ、ライトはとりあえず大丈夫です。 OK です。はい、これで一応カスタムの依頼いただいてた分は完成です、ね、ありがとうございます。一応これあれでしたよ、試したかもしれないですけど、シートとかの色も変えられましたよ。シートってあれですよね、座席、そうインテリアで色を変えられました、了解です。ちょっとまたゆっくりできるように見てみます。はい、じゃあありがとうございました。また、いやいや、ありがとうございます。はい、なんかホラーね、好きな色してる。Hello, it's nice to meet you. 期待でます。おやすみなさい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 。やっぱサビがかっこいいよな、あの歌。ブレイブルーは存じてたよ。僕、ブレイブルーも声優さんをよく知るきっかけだったブルラジがあるから。ブルラジハイパーとか言ってたの見てたよ。スイング系好きだね、僕。Hey, sorry, but you just got in my way. I'm standing at your feet, your pain. I may be enjoying just a little bit, and I don't do that insane. I don't know if it's a explain. You crack it! 好きだったね。プロとトリコ。VTuber の走り。まあでもね、ブルラジは全然 VTuber 関係ないけど、言わんとせんことは正直わかる。モリピーアークやめたんだ。ブルラジは本当に杉田さん好きになるよな、ブルラジ正直。あとやっぱ東京エンカウントとかは好きな人多いんじゃないの。僕も見てたけど。マジで面白かったからな、東京エンカウントも。ちょっと水曜どうでしょうの雰囲気の本当あったよ。いやでも、すごい嬉しいことだな、大佐とこうやってたまに喋れるのも。すごいことだよな、いつも何気なく喋りに行かせてもらってるけど。まあでもそれこそなんだっけ、幻冬でマフィア梶田さんご一緒お仕事させてもらったけど、やっぱわしゃがなとかも見てるし、まあ東京エンカウントとかブルラジだとか、やっぱりアンゲンさんとかさ、なんで？あ、いたの？いますよ、絶対に。あ、大丈夫？怪我ない？目視してましたよ、その、あ、ヘルアンダーっていうの見てから今行きました。いやいや、そんなことない。え、大丈夫？びっくりした。なんで引いちゃった、あ、人引いちゃったと思った。あ、すごい、嘘つけ。あ、ごめんなさい、嘘つけ言っちゃった、ごめんなさい。よかった。嘘つけ言ってもらった。生きててよかった。いやいや、全然聞いてないでしょ、しかも今俺言ってるのに今見てますよねって。びっくりした。もうあとちなみに人引いた後こういうポーズでタバコ吸わないです。飛び出してこないでね。え、違う、しかもこっちの過失のせいにしようとしてる。びっくりした、もうほんとどうしようと思って。いや、こっちの過失のせいにしてる、しかも気をつけるんだよ、坊や。違う、誰が坊やや。部下ですよ、俺。へへじゃないですね。